ずおるな。おるね。必ずおるんか。あの、もう、ほら、好きもんですぐ、黄金虫は。あ、芋が好き？少ない方は、芋も、あの、きれいんやけど、ロープおったら、芋、傷だらけ。まあ、そうやって、そしたら、残っときます、残っときます。こっちは、ほら、こんなボーボーなんてね、ほら、なんか動いてるっすけど。どこ？うわ、なんか、割った、大きな。でっかい。私、無理。無理だ。無理だ。いないとか、おらんようになるじゃん。おらんようになるって言っても、めっちゃでかかったんですけど、今。こんな打とうとしたやつをこすくり、こすくりまくれるのすごいですね。こんな面白いですよね。だってこれほら、ここでバナナあるよ。これ、むすくいってことですよ、この葉っぱ。うんうん。こんなはまだ少ない方。うん、あの、これは、幼虫、何だね。蝶々？が、が、あの、葉っぱがないようになるときあるんよな。食べてみて。うん、食べられちゃう。でも、今年は少ない。でも、これは、主にはええじゃないですか。いや、葉っぱ食べられたら、光合成ができるみたいな、実は。ああ、ですね。うん。でも、こんだけボーボーやったら、全然。うん。あ、そうやって、そしたら、のけときのし、のけときのし。じゃあ、ちょっと待って。これ取ったどう？この、取ったどう？うん、これ。こんなでかいの。ここ、ほんで。あるよ。ここで日が悪いじゃなくて、うん、食べれないですか、これ。こっちが、うん、上取ったらまたでかくなる？あ、さもうならない？うん、このボーボーの葉っぱたちはもう肥やしにするんですか？これはな、また来年使えずらしい。え、植えたらもっと生えてくるの？冬越しさしてな、うんうん、え、もっと生えてくる？また、この苗に、苗にできる？殻に枯れても？枯れたらあかん。枯らさんように保管する。どうやって保管するんですか？ビニールに入れてあったかい部屋に入れて。あ、ほらその間育ってることになってるんですか？うん、ほんで枯らさんようにね。へぇ、うん、でも植えたままやったらそれは枯れるんかも。うん、あ、なんか虫出てきてる。今年少ないよ。なんでですかね。暑すぎてかな今年。ほんで死んでるんかな。あの、土の中で飛んでる？あ、それか、暑すぎて、虫が濃かったんだね。そうでしょ。もうね、慎重にしとくなあかんのよ。巻いてもだね。あら、また。綺麗になるんだよ。これなんでこんな抜けないの？まだ、あ、あ、なんか蜜出てきてるの何ですか、これ。あ、これはほなけ、うん、芋の汁。え、これが何やる？ミルク？すごい甘みになるんです。ミルクみたい。ベタベタするけど、いら悪いよ。触る方がいい？取れんよ。このソースを取るんちゃうか、両手で。そう、絶対切れるでしょう。いけるこのまま、うん、このまま引っこ抜ける、うんうん、はい。これは大きいよ。うわー、これすごい、すごい、これはすごい、これはすごい、紅はるかと思う。これはすごいよ。ついてたら面白いですね。すごいな、これ。しかも大きさがすごいですよ、これ。うん、で綺麗な形しとるやろ。うん、これ紅はるか。うん、うん、なんか紅はるかの干し芋ね、うん、高いんですよ。ほら。
ら下がってんのが。こんなもちょっとよくありそう。嘘は取ろう。あ、いけた。ほら。大きい。すごい。この辺も。あ。無理か。あ、無理。勝った。これ見て、取れました。ほら。なかなかやな。でかそうやね、それ。あ、いやいい。あ、ボキって言ってこれいいんですか？いけるいける。このまた大きいわ。すごい。あ、これ取ったどう？いつもね、今植える前に一回こう綺麗に耕すんですか？ちょっと柔らかくて。私これ玉ねぎの後なんよ。うん。利用しておけん。柔らかかった？もともと。耕さない。え、そのまま？え、硬いんでしょ？でも土地がまだあのそのままやと。いや、硬くてもいいんだ。へえ。土砂を置いたりして、マルチングしたら柔らかくなるんだ。マルチング？うん。マルチングって言うんですか、これは。うん。草を置いて、ね、こう、根元にこう。なんか、畑全体をしたら、柔らかくなって、土が柔らかくなって、いいんやけど、昔の人はそういう考えがね、そういう感じでしまうし、耕してね。うん。そしたら、耕したら、やっぱり、微生物はあらわになるじゃんな。太陽が当たったりして。あ、それが良くないね。あの、微生物が死んじゃう。うん。死んじゃう時には良くない。うん。ふんふんな。ねえねえ、これは、なんかでっかい芋があるよ。丸々取らないと。うんうん。ちょっと多いのが。うん。やっぱりこんなに下がっておく人って、ね、人が、あの、いい人やな。そりゃそうでしょ、自然のこの野菜育てる。野菜育てる人に悪い人いないし。若い人もな。うん。なんか折れたぞ。遺伝子かも持ってきた。これがあのいい匂いするんですか？全部。うん。なんてんな。お風呂にない。これってあの食べ物にも入れれる？あのお茶にできる。へえ。あ、ほな今日お茶飲みますか？うん、あの前去年さんを、うん、あの、うん、冷凍したのがあるんじゃ。それはどカラカラにしてお茶にするんですか？うんうん、生の方が。え、それはこのまんま洗ってお湯で溶かすだけ？うん、うん、カラカラにしたら
ごい量。